袋井市南部にある蕎麦工房。昔ながらの機械の音が鳴り響くこの工場では6人の従業員が働いています。強くてちょっとゴワゴワしているんですけども、光沢があって、その繊維のこう触った手触りと光沢のしっとりした風合いのギャップがまたいいですね。こう語るのは乗松博美さん43歳、蕎麦工房の専務です。ここで55年間作られているのはフィリピン原産の天然繊維アバカを使った織物アバカフです。アバカとは芭蕉やマニラ麻とも呼ばれる植物で、幹から取れる繊維は植物の中で最も強靭と言われています。アバカフの作業工程は、厳選したアバカの繊維を細く裂き、一本一本を丁寧に結んで糸にしたものを横糸として使います。芯棒に巻き付けた糸をシャトルに入れ、80年以上前の機械を使って織ることで独特の光沢を放つのが特徴です。織り上がった布は丁寧に検査補修が行われた後、襖紙や壁紙として使われ、長年使用してもその光沢は衰えずに美しさを残します。1969年に父慶三さんが始めたアバカの織物業ですが、子供の頃の乗松さんはこの仕事に興味がありませんでした。織屋をやって売ってるっていうのは分かってたんですけども、どういうものを売ってるかっていうのもあまり理解してなくって、友達とかにね、お家のお父さんとかお母さんどういう仕事をしてるのって聞かれても説明がうまくできないし、言っても分かってもらえないっていうのがちょっと恥ずかしかったりして嫌でしたね。ファッションが好きで、アパレル会社で服の販売や仕入れなどの仕事をしていた乗松さんが工房を手伝うようになったのは12年前。結婚や子育てを機に仕事を辞めたことがきっかけでした。子どもの頃見ていたものとは見方がだいぶ変わって、やっていくうちになんかすごく面白くって魅力的な素材じゃないかなって思うようになりましたね。最盛期には国内で20軒ほどあったアバカの織物工場ですが、加工に手間がかかることや襖紙の需要の減少、それに海外から安価な製品が輸入されるようになったことなどから、1980年頃には蕎麦工房が国内に唯一残る工場となりました。日本で一軒だけになってしまったこの織物をなくすのは、もったいないというか、なくすのは簡単なんですけども、なくしちゃったら今度それを始めるっていうのはすごく大変なことなので、自分たちができる範囲でこれを守っていければっていうふうに社長と考えて、工房を引き継ぐことを決意した乗松さんは2年ほど前、一緒に業務に携わってきた義理の姉伊藤和美さんを社長に、自らが専務となり株式会社として事業を承継しました。会長となった父慶三さんも工房で製造に励みながら、50年以上培ってきた技術を娘たちに伝えています。これ慣れないとしょうがない、だから糸と仲良くなる本当はね、私の代で終わるつもりでいたんだけど、体動くうちは続けてね、それで終わると思ったんだけど、これが続いてくれるっていうといいですね。楽しみです。伝統を受け継ぐ中で見えてきた課題もありました。それが認知度です。アバカの魅力を多くの人に知ってもらいたい。
2019年にオリジナルブランドソマを立ち上げ、生地の開発、商品の企画までを一貫して行っています。ヘアゴムやイヤリング、名刺入れといった小物からバッグや帽子まで様々、製品によって生地の密度や色を変えていて、こちらのバッグはアバカフを織る際にロスになってしまう糸を溶かして使った紙が使われています。さらにはこんなものまで。ベージュっぽい色のこっちの生地にアバカを使ってます。これはあの会長が独自で編み出した織り方なんですけれども、味織りって言って、こう生地に凹凸が出るような織り方を手織りでやってます。和装だけではなく洋服にも取り入れて使えるように、アパレル経験を生かしてコーディネートの提案もしています。魅力を広めるための挑戦は他にも。掛川市にあるアトリエを月に一度カフェスペースとして開放し、アバカの魅力を直接感じてもらう取り組みを始めています。繊維なんですけど、繊維を手で、すごい丈夫。そうだね。来場者の中には試着をする人をはじめ、すでに帽子を愛用している人の姿もありました。去年ようやくだいたい風合いがたまんなくいいですね。なんか落ち着く色合いと、あとぐしゃぐしゃにしてもそんなに悪くない感じなんで、なんでエイジングしてもなかなかいいんじゃないかなと思ってます。3人の子供の母親でもある乗松さん、子育てと仕事で忙しい日々ですが、理解や協力をしてくれる家族の存在が大きな原動力となっています。あんまりないものを作ってるのはすごいかっこいいなと思ってて、お母さんのこともすごい憧れてて、将来こういう仕事に就けたらかっこいいなって思ってます。アバカの可能性はまだまだあると意気込む乗松さん、伝統を守りながら挑戦する思いと技は、きっと伝統織物を次世代に紡いでいくはずです。難しいものに挑戦していきたいっていうチャレンジ精神は常に持っていたいなっていうのがあるので、もっと世界に向けた話もなんかちょっと伺ってたんですけど、その辺はいかがですか？それはすごく大きな夢ですけども、まあ、それもありますね。海外の方に展開もしていきたいなって思います。